今回ですね、愛犬のアロハというものがこう亡くなったというお話をさせていただきました。そうですね、ペットといえども、そのワンちゃんとか猫ちゃんとか、それ以外の、動物もそうですが、一緒に飼っていくと、もう何ですかね、こう我が家の一員なんですね。ですからこう普段の生活の中で語りかけていく、一緒にこう生活をしていく、でそういったものをですね、愛情を持ってすることによって、やはりその動物からも愛情をいただけるということで、一つはこのアニマルセラピーという形になっていくんですが、そこでお互いのこういいものをですね、共感し合えるというふうになっていけるかと思います。今ぜひ飼われている方、今後飼っていかれようというふうに検討されている方、ぜひそういったことを話しかけ、語りかけて、そして共有していくということを